菊池由美子さんそしてデデンの新しいアルバムが来年リリースされますね。このアルバムは彼女のデビューアルバム Don't Be Stupid と同じく今ライン中ね、アーニー・ワッツが参加しておりまして、アーニー・ワッツはこのレコーディングのために150キログラムのサックスシンセサイザーというのを持ち込んでレコーディングしているんです。それから、また彼が作った曲2曲も含まれていて、大変楽しいアルバムになりそうなんですけど、それでアーニー・ワッツを迎えてお届けしましょう。After the festival。